ようございます、きえかです。おはよう。今日はバタービスケットサンドの食べ比べをしたいと思います。知ってる？コンビニスイーツなんだけど、ショコラとラムレーズンとチーズで3種類あるから、全部食べて、お、これ美味しいよとか、これこんな味だよっていうのを伝えられたらいいなと思います。では最後までご覧ください。どうぞ。じゃあ、では早速ラムレーズンを食べてみたいと思います。見えるかな、この断面。レーズンがね、敷き詰められてるんだよね。半分こしたよ、ちゃんと。ママの分も残しといた。では早速いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。ケイカラムレーズンって好きなんやわ。うん、かぶりついちゃおうか。いただきます。レーズンエッグクリーム、めっちゃ美味しいわ。すごいね、クリームが滑らか。よくさ、ラムレーズンのお菓子とかあるじゃん。結構それに比べたらレーズンの大きさ、一粒一粒が大きくて、ラムレーズンっていう存在感が大きいかも。伝わってる？おお、今ふーんって鼻抜いたらすごいレーズンのいい香りがした。このラムレーズンで最近が酔っ払っちゃうんだよね。これもアルコール入ってんのかな。あ、ラムってそうか、ラム酒のラムだよね。ラム酒にレーズンをつけてるってこと？めっちゃ美味しいわ。これ本当はね、全部食べたかったんだけど、3つもあるし、半分した。半分。幸せ YouTube って。美味しい。ほんとね、クリーミーチーズがちょっとあれっぽい、あの何チーズっていうんだっけ、こういう、柔らかいの。食レポ下手くそか。ラムレーズン正解。はい、続いてはショコラを食べてみたいと思います。こんな感じでね、フィルム？フィルターが入ってるから汚れないよ。じゃあちょっと隠してくるね。エントリーナンバー2番、ショコラ。こんな風にチョコチップクッキーが入ってる。おー、美味しそう。いただきます。だしラムレーズンだしっていうので、お互いがさ、味が別々の美味しいものって感じ。強いから、別々の美味しいものって感じ。選べば美味しい。確かにこのチョコチップの食感がいいわ。美味しいわ。紹介みたいなの書いてないね。ショコラクリームってこれいいね。ほっかり食べちゃう。軽いチーズの割に。結構甘め。こっちは大人め。大人？子供って感じ。どっちも美味しいけどね。結果ちょっと子供かな。いや、でも大人かな。迷う。ママは絶対チーズが好きだと思う。おばあちゃんは絶対こっち。
私のおばあちゃんね、チーズが苦手なんやな。なんだけどこれは全然余裕。あ、そもそもチーズじゃないのか、バタービスケットサンドって。こっちにチーズ入ってないのか。あ、こっちにも入ってないの。何聞いてんの、ずっとチーズやと思ってたよ。だからこんなにクリーミーなの。実はね、さっき起きたの。朝からこんな美味しいもの食べて幸せ。続いては最後、口どけすっくり濃厚クリームバタービスケットサンドっていうのを食べてみたいと思います。あ、これチーズだね。え、じゃあさ、やっぱこっちのもチーズ、このクリーム調べてみよう。何でもいいけど全部美味しいからカットしてくるね。はい、最後のチーズサンドいただきます。本当だ、濃厚やけどすっきりしてて美味しい。選べないな。ラムレーズンかな、ピエカは大人だから本当ね、すっきりしてて美味しい。みんなどれが好きか気になったか教えてね。いやー、全部捨てがたいな。このね、チョコチップの食感もすごく美味しかったし、いやー、やっぱ王様かな、ジューベックが。リーズンリクリーム、すごいね、ラムの香りが良かった。ごちそうさまでした。さっきさ、コーヒー飲みたいっていうので思い出したんだけど、昨日ね、フランフランに行ってマグカップをいっぱい買ってきたの。フローかわいいよね、まずね。見るセールやってて3つ買った。まず1つ目はこちら。ちょっと待ってね。フランフランって行くとなんかさ、一人暮らししたいと思うよね。ハグも可愛いし、憧れない、あの女の子らしさ。フランフランは毎回行くかも、イオンに行ったら。まず宮崎がさ、イオンしかないんやわ可愛い。ちょっと待ってね、ラベルっていうの、シール貼らせる。ここカットしないよってね。しないよ。ちょっと待ってくださいね、少々お待ちくださいね。はい、じゃじゃーん、可愛くない、これ。宮崎限定なんだって。パークって書いてある、後ろに稲妻。これが経過、経過っぽいやろ。どう可愛いね。即買い、一目惚れした。で、二つ目が、少々お待ちください。また開けるところから始まるよすごい丁寧に包んでくれてありがとうございます。これはママにぴったりだなと思ってやってみた。どうかな、可愛くない？めっちゃいいよね。ママっぽいんだよね。まあ、ケーキも使うけど両方とも可愛いです。そして最後はね、パパもコーヒー飲むからこれで飲んでもらったらいいかなと思って買ってみた。開けるから、こういうの好きだしね。なんて書いてあるの、読めないや。これはコースターにもなるし、こうカップの上にかぶせとけばホコリとかも入らない。
ちゃん、かわいくない？かわいい。これをこうやって置いたり、こうやってかぶせたりできるんだって。あった、即買い。全部セールで安くなったから、考えたかな、3つで3000円は余裕でしなかった。2000いくらとかじゃないかな。みんなはどれが好き？1、2、3でコメントで教えてください。あとチーズの方も教えてね。チーズじゃないか、バタービスケットサンドもラムレーズン1、バタービスケットサンドのショコラ2、チーズ3で教えてください。うん、いい感じいい感じ。これで美味しいお菓子食べて、美味しいコーヒー飲んで、優雅な時間を過ごしたいと思います。今日はそんな感じでした。朝からお付き合いありがとうございました。今日も皆さんお疲れ様です。じゃあバイバーイ。